で、それぞれの軍団に一言ずつ。まず、騎団ですね。騎団の目標である優勝を目指して、少ない人数ではありましたが一致団結して戦うチームワークの良さというのが目を引きました。で、残念ながら今日は悪天候のため見ることはできませんでしたが、練習の時は、太陽の光を、受けて、騎団の象徴である団旗、それからリーダーの黄色の衣装がですね、本当に綺麗に金色に輝いていました。あ、美しいなと思って見ていました。で、終盤の見せ場である、龍神大光の雄たけび、本番前から天に届いたのでしょうか。実は龍神というのは水を司る神様です。で、今日の、この雨はですね、きっと大地と心を潤す恵みの雨ではなかったかなというふうに、思っております。で、強い日差しを、雲で遮って少しでもしのぎやすくしてくれたのは龍神の気遣いではなかったでしょうか。続いて青団ですね。青団は、みんなで心を一つに、一人一人が自分の役割を果たして優勝を目指すこと、もう一つは、体育祭を楽しむことを目標に、挙げてくれていました。で、競技中の、みんなの、満面の笑顔を見ていると楽しんでいるなと安心をしました。団長によると、今回の応援合戦で披露する演舞の見どころっていうのがリーダーの力強い振りであったり、あるいは波を起こしているかのような太鼓の響きであったり、次第に、凄みを増していく迫力であるとのことでした。本番では、気合、それから一つ一つの細かい動きまでしっかりとアピールができており、大いに練習の成果が発揮できたなというふうに、感心をしました。続いて赤団ですね。赤団の目標は、笑顔で終われるような体育祭にすることで、練習を重ねてきた演舞の扇さばきっていうのが、実に見事でした。合わせて、中央から外へ、そして外から中央へと流れるようにこうつながっていく一連の動きっていうのが非常にこう勇壮で素晴らしかったなと思います。また、頓所とリーダーの掛け合いによる分断の全体的なまとまり、美しさも感じられました。終盤に、限界突破という掛け声が聞こえてきましたが、今リーダー一人一人の胸の中には、限界を超えた、やり遂げたといった達成感にあふれているのではないかなと思います。そして、赤団が目標に掲げていました笑顔で終われるような体育祭にする、まさに目標通りに、達成できたなというふうに思っております。